ついにチェーンソーマンもね、シールウェハースに登場しましたね。どうも、白黒の部屋です。今回はチェーンソーマンのシールウェハースやっていきます。デビルレアは赤色白押し仕様になってますね。で、全28種、ココアクリーム味ですね。このマキマさんもデビルレアですね。で、こっちの面はキツネの悪魔とコウモリの悪魔ですね。で、このアキとパワーはスーパーレアかな。こっちはノーマルっぽいパワーとアキですね。未来の悪魔やね。あとサムライソードとチェーンソーマン、これもスーパーレアかな。まあ、第1弾なんでね、まあそこまで派手ではないとは思いますけどね。このデビルレア楽しみですね。パッケージは2種類ですね。とラインナップはこんな感じですね。全28種ですね。で、ノーマルレア、スーパーレア、デビルレアですね。わあ、これラインナップ見る限りね、ポチタが入ってないんすよね。8番のね、デンジとポチタでね、ポチタは入ってるんですけど、ポチタのソロがないんやね、今回。いやー、ポチタ楽しみやったんですけどね、この17番のね、もみあげマン出すんやったらね、ポチタ入れてほしかったね。この25番から28番のデビルレアはね、4種類全部出ればいいですね。では開けていきましょうかね。では配列もね、一応見ていきますので、右の手前から順番に開けていきます。いやー、チェーンソーマンもついにシールになりましたね。どんな感じになってるんですかね。1枚目、何が出ますかね。せーの。ほい。おお、姫の先輩やね。秋のバディですね。せーの。ほい。おお、トマトの悪魔ですね。これ一番最初に出てきた悪魔ですよね。トマトの悪魔。せーの。これデビルレアですよね。めっちゃかっこいいな、デビルレア。パワーですね。血の悪魔の魔人。デンジのバディですね。ああ、なるほど。こんな感じなんやね。やっぱチェーンソーマンはね、赤い白押しって感じですよね。めっちゃいいっすね。まず1枚目パワーですね。せーの。はい。お、これはヒルの悪魔ですね。気持ち悪いやつよね。そうやね、ヒルの悪魔とコウモリの悪魔がね、一緒におったもんね。せーの。はい。おぉ、秋と未来の悪魔っすね。ありましたね、このシーン。右目にね、済ませるんよね。未来の悪魔を。せーの。はい。おぉ。沢渡り茜ですね。これ蛇の悪魔と契約してましたよね。この柄がね、その後ろの柄もなんか蛇っぽいもんね。よくできてますね。サムライソードと一緒にね、行動を共にしよったよね。せーの。はい。おお、これはマキマさんのスーパーレアっすかね。それ星3つの SR ですね、マキマさん。 SR もなかなかいいですね。初ゲットですね、 SR。せーの。ほい。おー、もみあげマンやね。サムライソードがね、1枚確か入ってたんでね、これいらんかったやねえかな。せーの。ほい。おー、これいいね。デンジとポチタやね。あー、やっぱポチタ可愛いよね。めっちゃいい。これはノーマル、あ、ノーマルなんやね、これ。いやー、ポチタソロで欲しかったな。せーの。はい。おお、天童美智子やね。これ京都の公安ですよね。もう一人おったよね。何やったか、クロセやったかな。クロセのバディですよね。せーの。はい。おお、これめっちゃかっこいいな、チェーンソーマン。これ足にチェーンソーついてるってことは、これあれやね、サムライソードと戦った時やね、電車の中でね。これはスーパーレアなんやね。え、デビルレアかと思ったんですけどね。これめっちゃかっこいいやん。やっぱこれ手がないもんね。チェーンソーが足についてるってことはね、サムライソードと戦った時のチェーンソーマンやね。せーの。はい。おお、幽霊の悪魔ですね。ノーマルの幽霊の悪魔ですね。
姫野が契約しとったよね。せーの、おい、あ、小紅っすね。東山小紅やったかな。これ契約悪魔は内緒なんよね。レアの小紅ですね。せーの、おい、お、コウモリの悪魔っすね。うん、これがヒルの悪魔とね、一緒に寄ったよね。パワーが連れちょった猫をこれさらっていったよね、確かに。コウモリの悪魔ですね。今んとこまだ1枚しかデビルレアが出てないですね。ワンボックスに入っとってもやっぱ1枚か2枚なんでしょうね。せーの。これデビルレアでしょ。そうやね、星4つの DR はデビルレアですね。マキマの忠実な部下、デンジの3年先輩でお目付け役に任命される。この目の模様みたいなのが未来の悪魔の目なんかな。せーの、うん、お、これは黒瀬雄太郎やね。京都公安やね、うん、京都の公安所属、マキマに頼まれて東京に来た。レアの黒瀬雄太郎ですね。せーの、お、パワー、これも初ゲットですね。これはレアかな。あ、ノーマルっすね。デンジはコウモリの悪魔を倒し、パワーと約束した猫のニャーコを救い出す。ありましたね、このシーン。せーの、おお、これは永遠の悪魔やね。これビルの中に出てきたよね。あ、後ろで小紅がね、錯乱するんよね。あ、いましたね、永遠の悪魔。うん、ビルの中にね、閉じ込められるんよね、デンジたちがね。これもなんか気持ち悪かったね。永遠の悪魔ですね。せーの、おい、おお、これは秋のスーパーレアかな。コン言うてますね、うん、SR の早川秋ですね。こっちの部分はキツネの悪魔なんよね。デビルレアの方はね、未来の悪魔なんやろうね。せーの、おい、おお、沢渡りあかね、これはかぶりっすね。では2箱目いきます。1箱目は19種類で出ましたね。1枚しかかぶらなかったですね、1箱目は。では2箱目いきます。せーの、ほい、お、姫野先輩かぶりやね。せーの、ほい、お、ゾンビの悪魔やね。これも最初の方に出てきたね、このゾンビの悪魔もね。なんかヤクザのとこよね。ノーマルのゾンビの悪魔ですね。せーの、おー、デビルレアかぶりっすね。パワーっすね。せーの、ほい、お、キツネの悪魔、これも初ゲットっすね。これね、キツネの悪魔はね、結構公安で契約してる人が多いんですよね。秋も契約してましたね。せーの、ほい、あ、これもかぶりやね。せーの、ほい、お、岸辺やね。デンジとかね、パワーね、教えよったよね。先生みたいな感じよね、デンジとパワーの。とレアの岸辺ですね。めっちゃ強いよね、岸辺。せーの、ほい、お、これもかぶったけど、これ何枚出てもいいね。チェンソーマンのスーパーレアっすね。せーの、ほい、お、これ荒井宏和やね。これは、小紅のバディよね。レアの荒井宏和ですね。せーの、おい、これもかぶりやね。せーの、おい、トマトかぶりやね。せーの、おい、秋かぶりやね。せーの、おい、昼の悪魔かぶりやね。せーの、おい、小紅かぶりやね。せーの、おい、かぶりやね。デビルレアのチェンソーマンもね、楽しみっすね。スーパーレアでアングラかっこよかったんやけどね。せーの、おい、おい、これはこれデビルレアの方よね。そうやね、星4つのチェンソーマンですね。デンジとポチタが融合した後、胸から生えたスタータークリップを引くと、体からチェンソーを生やした悪魔のような姿に変身する。デビルレアのチェンソーマン来ましたね。スーパーレアのね、チェンソーマンもいいんですけどね、やっぱデビルレアの方がかっこいいですね。せーの、おい、
かぶりやね。せーの。パワーかぶりやね。せーの。キツネかぶりやね。せーの。デンジのスーパーレアやね。これも初ゲットですね。チェーンソーの悪魔ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ者チェーンソーマンとなる。デンジですね。せーの。おい、もみあげマンかぶりやね。じゃあ3箱目いきます。でね、今出てないのが、あとスーパーレアの、サムライソードとパワーが出てないですね。あとデビルレアのマキマさんが出てないですね。残り3種類ですね。3箱目でね、決めたいですけどね。せーの。おい、かぶりやね。せーの。おい、コウモリかぶりっすね。あと3種類なんやけどね。3箱目でいければいいですけどね。せーの。おーっと、きたー、マキマさん。マキマさんのデビルレアですね。これ、にぎにぎしようんとこよね。神社でね。遠隔でね、攻撃しようんだよね。このチートみたいな技をね、使いよったよね。デビルレアのマキマですね。めっちゃ神々しいね。この柄もいいっすよね。この太陽っちゅうかな。これめっちゃかっこいいね。一応デビルレア4種は全部出ましたね。デビルレアのマキマさんがね、出てくれたんでね、残すところスーパーレアのパワーとモミアゲマンで、あ、モミアゲマンでね、あのサムライソードですね。せーの。うい、幽霊かぶりやね。せーの。うい、かぶりやね。せーの。うい、かぶりやね。いや、最近3箱でね、コンプなかなかできんのよね。せーの。ほい、おーっと、きたー、パワーっすね。スーパーレアのパワー初ゲットっすね。で、 SR の星さんですね。パワー高腕大魔得意4化血の魔人ですね。パワーが出る配列はね、初めてなんでね、おそらくサムライソード出ますね。これでこの箱で出るような気がしますね。せーの。ほい、ゆうたろうかぶりっすね。せーの。ほい、あー、かぶりやね。せーの。ほい、かぶりやね。せーの。ほい、おー、マキマさんかぶったね。せーの。ほい、かぶりやね。せーの。ほい、かぶりやね。せーの。ほい、かぶりやね。もう残すところサムライソードだけですね。せーの。おーっと、チェーンソーマンデビルレアかぶりっすね。せーの。ほい、かぶりっすね。せーの。ほい、かぶりやね。せーの。ほい、かぶりやね。もみあげ騒動でね、最後詰まるとはね。せーの。ほい、ほい、おーっと、きたー、サムライソード出ましたね。スーパーレアですね。星3つ、スーパーレアサムライソードですね。これもみあげマンは刀の悪魔の心臓を移植されており、手の刀を抜くことで体から刀を生やした悪魔のような姿に変身する。これウケるな。一応このサムライソードで、28種類コンプリートですね。一応配列も見るんでね、全部最後まで開けますね。せーの。ほい、まあ、今6箱ね、全部開封終わったんですけど、今回なんかだいぶ面白い配列になってましたね。右の手前がね、全部姫野さんになってましたね。まあ、たまたまなんですかね。1番から16番までの表面です。1番から16番までの裏面です。17番から28番までの表面です。17番から28番までの裏面です。全28種類です。今
回はね、6箱開封して、フルコンプがね、2セットできています。3セット目はね、3枚足りんかったんですけどね。まあ、かなりいい方じゃないですかね。まあね、今回はね、第1弾ということだったんでね。まあ、徐々に第2弾、第3弾とね、なるにつれて、もっとね、派手になっていくとは思うんですけどね。と、もみあげマンですね。で、今回のスーパーレアはね、6種類。デンジ、マキマ、アキ、パワー、チェンソーマン、サムライソードですね。で、こちらがデビルレアの4種類ですね。チェンソーマンに、マキマに、アキに、パワーですね。次回はね、できたらポチタをね、入れてほしいんですけどね。まあ、デビルレアじゃなくてもね、スーパーレアぐらいでね、ポチタをソロで入れてほしいですね。一応ポチタあったんですけどね、このデンジとね一緒なんでね、ソロでねポチタが欲しいですね。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。